第30回南高研究会は無事盛況時に終えることができました。今回は磯の神神宮での勉強会だったんですけど、大勢の方にお越しいただいて、みんなで揃って正式参拝をさせていただいて、その後恒例の現地での勉強会ということで、神職さん立ち会いのもとで、様々なセシャマシャもご紹介いただきつつ、何よりも七支刀の、歴史、それから徳さんの神田からについてのこととかも教えていただきました。実はこの磯の神神宮と南朝とは強いつながりがあって、特に後醍醐天皇は吉野にご遷宮される時に磯の神神宮さんの方にあえて立ち寄られて、でそこでしばらく御所を置かれたというご成績も磯の神神宮の中に残っておられるということで、それにちなんだ様々な秘話を教えていただいたのは本当に、有意義なことだったかなと思っています。なぜ後醍醐天皇がそこまで磯の神神宮を大事に思われたかっていうのは、当時武家社会で神事が非常におろそかにされていた、神事によって国家を安寧に営むと、国家の概念が失われていく中で、今再び新国日本太郎国体を中興せんがために、天武の中興を目指された後醍醐天皇様の思い、それが磯の神神宮への崇敬の念とつながって、長く続く武家社会の中で磯の神神宮も時に荒廃した時代もあったそうで、鎌倉時代から南北朝時代、室町あたりは非常に、神社も衰えた時代もあったようでございます。そういったことによって国家の危機を感じられた後醍醐天皇が目指したのが啓蒙の中興であって、それこそが啓蒙の中興の理念であるという、そういったことを改めて確信できた感じです。あとは正式参拝の時に磯の神神宮独特の祝詞があって、ひふみよみむなやこと、ふるべゆらゆらふるべっていう、でこれがピンチをチャンスに変えて危機改正の力を与えてくれるっていう、人間の御事が天孫降臨の時に持ってこられた徳さんの神田からの御神威を発動させる時の人で、これを受けるとみんな非常に大きな力を抱くことができるっていう、それをしていただいたんで一度大いに感動してて、古部ゆららの本物を見させていただいたっていう、本当にありがたいことでございました。磯の神神宮は私が小さい時から父親によく連れて行かれたんですが、橿原それから大宮神社と並んで磯の神神宮もここは大事なところなんで、折々にちゃんとお参りするようにっていうふうに、親から言われて育ったものです。今回私ども一族にとっても大事な、お社にお参りできたことは本当に、嬉しいし、研究会の皆様にもなぜここの神社がそんなに国家祭祀に皇室にとって南朝にとって重要だったか、むしろ南朝系ってわけではなくてどっちっていうわけでもないらしいんですけど、特に後醍醐様が大事にされたっていうのはね、そこに大きなヒントがある、そこに迫れたのは本当に良かったかな。会員さんたちには、全記録動画を配信しておりますし、一般の方々には一部だけ、公開してるかな、っていう感じで、また見ていただけたかなと思ってます。今回特にね、嬉しかったのは新たに
CM 会員として入られた松村さんっていう方からね、こんな素敵なねプレゼントをいただきました。山を越え下起こすとすめらぎ支え広む誓いは死を増せずに、本当にありがたいお言葉を書いていただいてます。山下ひろえと、そして真ん中にすめらぎの文字を入れていただいてて、光栄なこと、感激で胸がいっぱいでございます。松村さん本当にありがとうございます。大切に私の部屋に飾らせていただいております。本当にありがとうございます。このように会員の皆様の温かいお支えによって、私ども研究会をね頑張っていくことができております。皆さんのご期待に沿うべくこれからも頑張ってまいります。あと近況報告ですが、つい、先日ですね、NHK の方で私の出てるニュースが流されているということで、本当に嬉しいなと思っています。最初は地方の、奈良から始まって、それから関西で全国で放送されてるみたいで、毎日流されてるのかな最近は、皆さんから、見たよっていうあのお声をいただいてすごく嬉しいです。プロジェクト名は、言えません。よくわからない、いろいろ決まりがあるみたいで、まあ、それを直接言ってくれればいいんだけど、よそから回り回って聞こえてくるんで、もうめんどくさい、なんで直接言わないのかなと思うんだけど、ことが全部終わったらね、ちょっと一定発見させようと思ってますけど、まあ、今のところプロジェクトの最中なので、まあ、そこは大人になってね、今抑えてますけど、終わったら全てガツンといきますので、よろしくお願いいたします。これは個人の、発信です。まあ、それはそれとして、そのニュースが流された翌日がなんと建国記念日って言われてるね、紀元節、正しくは紀元節ですが、紀元節の日に、ニュースが流れました。第一報がね、その翌日に、過去最高だったかな、平城宮跡の、来訪者が、記録を更新したっていう、非常に大勢の方々が避難を見に来てくださったっていう、それによって、大いにね平城宮跡がにぎわったっていうご報告をいただいて、すごく嬉しいです。こういった行事っていうのは、地域の活性化のために行われるべきであって、個人のある特定の誰かの名声とか、その人を目立たせるためにとか、そういうためにやるようなものではあってはならないわけですね。それは公益に付するものでなければならなくて、個人の名声のためでも何でもないわけです。お互いにマウンティングし合うものでもないし、例えば奈良以外のその前からやってるところの方が偉いとか、奈良はダメだとか、そういうね格付けをするための場でもない。まあ世の中にいろんな団体がありますが、世の哲理として生成発展していくっていうことが神羅万象の哲理でありますから、そうやってお互いにマウンティングをし合う、お互いに押さえつけ合う、お互いに格付けをし合うなんていうようなことをやってる団体っていうものは発展しませんね。そういった体質を見てるとね、これからの未来が予想されるというか、とにかくプロジェクトが終わったらはっきりさせますんで、どっちが先に頼んできたのか、そして私が言ってもいないとある人の悪口を言ったらしいので、その辺の真偽のところ、私は言った覚えは全くないんですけれども、私がとある人物の悪口を言ったというふうに嘘の虚偽の情報を流している、そういったこともね、それが虚偽なのか、はたまた本当なのか、ご本人さんと顔を突き合わせて確認させていただきに参りますので、よろしくお願いいたします。分かる人には分かるかなっていう感じです。全国のね皆さんからあったかい激励の言葉をいただいております。本当にありがとうございます。これからも国体誤字申告中高のために頑張ってまいりますので、今後とも引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。